松本さんと共同編曲ならもちろん、仰せのように実際に作業をされているかと思いますが、ギャランティーの部分の事情とかあるんですか？編曲のギャランティーはね、松本さんは取ってないですね。あの頃は、アーティスト印税、給料、作詞作曲の印税とかだけでね、もうなんか一気で何千万っていう感じでしたからね。ただ彼はだから、原盤は持たない主義でしたね、なんかね。歌唱印税っていうのはね、歌ってる人だけじゃなくてね、基本的にアーティスト印税っていう考え方なんですよね。バンドとかだと割と山分けだったりとか、だから歌ってる人がもらえるって決まってるわけではない。昔はそのバンドとかで分けるっていう考え方がなかったんで、歌唱印税って言い方してるんだけども、そのビーズの頃とかは歌唱印税というよりも、だからアーティスト印税っていう言い方をするんで。なんでまあ、基本は同じだと思います。はい。基本はだからビーズ関係の上がりは上がりっていうのは、上がりは2人。基本一緒のはずです。はい。